はい、休校中の皆さんの勉強を応援するウェブ朝倉学校数学本日は2020年4月24日金曜日ですで本日は中日数学教科書の第2章に入ってきます連立方程式のその1連立方程式を立てるという問題をやっています、まあ、これは駅から,ええ、まあ、家から駅まで歩く最初に歩いていて途中から走ったえことを どれぐらいかかったということを、まあ、あの方程式で解くんですが、こ,れがこういうのが連立方程式です。X、と、という2つの文字がある、この立て方まで今日を説明していきたいと思います。で、私は講師を務めます船橋市議会議員で予備校講師の朝倉といいます。で、市議会議員としての新型コロナ対策に関する調査の話は、朝倉向き合ル公式サイトルの方に載せてありますので、どうぞご覧ください。 それで中学の中学の学習内容はこういう形になってるんですけど、まあ、この形の中のここのところが3月の時の休校で学べてないところそしてここのところが各学年で今4月の休校で学べてないところですのでここを中心にやっていきたいと思ってまして、 これまでここをやりましてここまでやって今日連立方程式に入りますで連立方程式は34回でやろうと思っています本日がその第1回目ですで私たちはコロナの危機の中で休校を迎えているわけですが、えーとまあ、この事態を何とか乗り切ってい、えー、くために、まあ、コロナを乗り越える数式というのをある時思いつきましたコロナ、えー、苦労と苦闘で割り乗り切れば 幸せの数字 7, 7になるはずだろうということで頑張ってまいりましょうそれではえっと連立方程式の問題として実は、えー、中学校1年生の内容であった一時方,方程式と、ま、同じ問題を使って連立方程式でも解けるという話をしていきたいと思うんですねさてこれはまあ具体的な、あのー、分かりやすい問題だと思うんですが2011年の千葉県公立高校入試の問題 A さんは自宅から 1.8km 離れた駅まで行くのに、初めは自分、えー、と毎分 70m の速さで歩き、途中から、まあ、これは、ま、電車に間に合わないと思ったんでしょうね。毎分 150m の速さで走ったところ、20分かかったと。このとき、歩いた時間と走った時間、それぞれ何分かを求めなさいということで、で、これちょっと、あの、 入試問題自身にはこの絵がなかったんですが私が絵を描いてみましたこんな感じですね、まあ、最初とぼとぼとゆっくり歩いてたんだけどここら辺でちょっとこれは次の電車に間に合わないかと思って最後走ったんですねということでこの歩く時間と走った時間を、まあ、方程式で求めてみようという問題ですそれでは実はすでにこれは中1の分野の一次方程式で解けるということで発信した内容を確認をしていきたいと思います えー、詳しくもう一回やりたい人は中1の内容の、えー、方程式のところを見,見返してみてください、えー、さてこれはこういうことですねあの中1分野の解き方で文字を1つ x だけを使った解法で解きますと歩いた時間を x 分とするんですねそうすると走った時間は全部で20分なんで 20−x 分とかけるんですそして、えー、っとここにはじ、まあえー、きですね速さ時間距離 速さ時間距離をそれぞれ当てはめましてそしてそうするとここに一次方程式が出てくるというやり方をやりましたでこれを解いていくとあの歩いた時間15分走った時間5分というふうに解けますもう一回言いますけど詳しいことをもう一回見たい人はもうすでに中1用の,あの方程式のこの動画を発信してますのでその3をご覧くださいさて本日はこれと同じ問題を 連立方程式ととといいううう発想ででやっててみようということですねさてまず、えー、2弦1次方程式というのが中学2年生で学ぶんですが何かというと、えーまあ、文字を2つ普通、まあ、x と y を使います中1までは x だけ使ったんですけどもう一つわからない文字を y と置いて xy を含む1次方程式のことを、えーまあ、2弦2弦というのは2つ求めるべきものがある x と y があるということですね。 えー、を二元一次方程式と言ってますで二元一方程式があるときこれを成り立たせる文字の値の組みを二元一次方程式の解と言いますさて今度はさっきと同じ問題をこっちを x こっちさっき20引く x と言ったんですがこれを y と置きますそして式を立てますそうすると,、えっと時間については 歩いた時間を x 分、走った時間を y 分とするから、時間については x+y=20 という式が書けます。そして、距離については 70x+150y=1800 という式が立てます。2つ式が立てるんですね。さて、それぞれが2弦一次方程式です。でそして、x、x+y=20 には、実は複数の解があるんですね。あの例えば あの歩く時間を0分にすると走る時間が20分だったはず歩く時間を1分にすると走る時間は19分だったはずだということで実は無限の,その組み合わせが複数の解がありますだからこれの式だと解はいくつでも作れるんですねそして距離についても例えば 70x プラス 150y=1800 いう式が立つんですがこれについても解はいろいろあります例えば x が0だと y は12になるはずで、x が1だとちょっとこれ分数になっちゃうんですけど、y は15分の173になるはずです。で、x が5だとこれが350になりますから、えっと、残りが1350になって、それを割っていくと1450になりまして、3分の29という y の数字が出てきます。で、10だと3分の22という数字ですね。で、こういう無限の解ができます。 で、x プラス y の20イコール20の解は無数の解があり、距離についてのこの式の解も無数の解があるんですが、実はこの両者を満たす解は、両方とも成り立つ解は実は1個だけに決まるんですね。これが今日のポイントです。2つの式を立てると、それぞれの式を満たす組み合わせの解は無数にあるんだけど、両者を同時に満たす解は1つだけということになります。はは、い、それでは 連立方程式ですね連立方程式はあの2つの方程式を組みにしたものということですで。2つの方程式をどちらも成り立つせる文字の値を連立方程式の解、ソリューションといい、この解を求めることを連立方程式を解くと言います。で先ほどの式だと x プラス y イコール20、70x プラス 150y イコール1800。 だいたいこの連立方程式というのは、このこう括弧記号で2つの式をこうつなぎまして、この2つを同時に満たすものを求めなさいというのが連立方程式なんですね。で今日連立方程式の解き方はやりません。明日解き方はやりますので、えー、っと今日は立て方までの話をしますので、まあ、結論言っちゃいますと、明日やればわかるんですが、これ、こういうふうに連立方程式で持っておきます。で特にに文章題の問題のの問場合には、 まだわからない2つの値を xy とし連立方程式を作ることがまず文章題では出発点になります。これを連立方程式を立てると言いますで。今日はその立て方までは学んでみようということですね。それでは連立方程式の立て方の問題です。埼玉県立、えー、県の公立高校入試の問題です。前に実はこれ一次方程式の時にやったのと全く同じ問題なんですが、まあ、 こんな感じですね。濃度が6%の食塩水と10%の食塩水がありますこの2種類の食塩水を混ぜ合わせて7%の食塩水を 600g 作ります次の12の問いに答えなさい7%の食塩水 600g に含まれる食塩の質量を求めなさいで2番6%の食塩水 xg10% の食塩水 yg として連立方程式を作り、えー、それぞれ 6%の食塩水と10%の食塩水の出量をそれぞれ求めなさいと、なお考えるときには下の表を利用しても差し支えありませんということで、まあ、これがきちんと埼玉県の問題では、きちんとこの表が添付されているんですね、千葉県は連続方程式の問題のときでも、この表添付してくれないんですが、埼玉県はこう丁寧にこう考え方の表を添付してくれることがあります。さて、それでえっとここまで書いてくれてます。 実は連立方程式の式の立て方は教科書的にはこれが標準編でありまして、まあ、この標準編に基づいた表があるんですが、えー、私が中1の説明であったこのバス停の表の作り方も説明しましたので、まあ、これが標準でこれがちょっと私のおすすめの方法ということで、まあ、両方やってみましょう一応入手問題的にはここまでですのでこの表が埋められればいいんですけどじゃあちょっと考えてみましょうはい。 この表を埋めていくと、そしてこの表を埋めていくと、この表を埋めていくと、実は式が立つようになってるんですね。さて、やりましょう。はいえっと、こ,のこの式を、えー、まず、初見の量はここ、x とここ、y とおきますね。6%の初見数、x グラム。で、えっと、10%の初見数を y グラムと。そうすると600という、ここに x プラス y イコール600の式が立ちます。 そして食塩の割合とのはパーセントですから、あのまあえー、100分の6とみなすのに。6%トの。これ100分の10とみなします。そして100分の7にならず。そうすると、これとこれをかけたものがこうになりますので、食塩水が100分の 6X、こっち100分の 10Y。で、そのしょあ食塩ですね。食塩。中に溶け込んで食塩がこうなりまして、それを足すと40になります。そうすると、教科書的にはこの表を、まあだいたい、えっと、 2つのものを合わせてこれが出るということで、えー、この横のマスが3つになります。そしてだいたいわからない、えー、なんていうかな、この文字を計算する単位もだいたい3つぐらいになりますので、えー、これ 3×3 ぐらいの表を書いて、ここを丁寧に埋め合わせていくと、ここに式ができるように、えー、発想ができるんですね。で、それを私のバス停の表ではこういう形で。 まあここに式が立ってあとここに式が立ちます連立方程式の時にはここに式が立ちますそして連立方程式を立てると結果的には X と Y2 つの溶液を合わせると 600g そしてこの X の溶液の中の食塩量と Y の溶液の中の食塩量を合わせると合わせた食塩量の42になるということですさてこれを明日やるその方法で解いていくと 答えはこうなりますであの連立方程式を解きなさいって言って、あのーまあえー、単純に、まあ、2通りの問題の出し方があるというか、例えばこ,これだけが、文章だけはなくて、いきなりこれだけが出されて、連立方程式を解きなさいって言ったら、解というのはこうですね、ここに x イコール15、そしてコンマして y イコール5というふうに、これが答えになります。よって これも実は同じようにやっていくと、x イコール450、y イコール150ということになります。ただ、文章題ですので、最後はこの文言葉に直して6、6%食塩水 450g、10%食塩水 150g というふうになります。ということで、えー、こういうこの,この表をうまく使いながら穴を埋め合わせていって、えー、式を作ると。あるいは、 これまで私が方程式で説明したようにバス停のこの表を使いながらえここに立つ式を立てるとで一時方程式だとここだけで分かったんですけど連立の場合にはこことここに行きますで最後にですが、えっと、私が散々この、えっと、食塩水の問題もそれから歩くこの走ると歩くの,その距離の問題も、えー、このバス停のやり方をおすすめしましたえこれで解けると。 連立じゃなくてもこれで一次方程式で解けると言いました、えー、のであの、まあ、わざわざ連立じゃなくて一次方程式で解けるんですねこ,の、えー、こういう問題だったらただ実は、えーまあえー、やはり連立方程式でないとなかなか解きにくい問題も出てくるものですからやはり、えー、両方使えた方がいいということですでその話はまた明日以降にやっていきますのであの今日はこの連立方程式を立てるというところまで えー、押さえていただければと思います。ご清聴ありがとうございました。